彼と結婚しさえすれば自分の人生が変わると思っている方、これ依存なんですよ。皆様こんにちは、杉口かなです。今日の動画は皆さんがおそらくめちゃめちゃ興味があるであろう、モテる、愛される女性が絶対にしないこと11選をご紹介したいと思います。まあ、モテを目指していなくても愛されたい、溺愛されたい、好きな人からは本命女性としてずっと長く大切に思われたいと女性の皆さんなら誰しもが思うと思うんですけれども、やはりね、そういった女性とそうではない女性の違いっていうところをね、知っていただいて皆さんの恋活、婚活に大いに活かしていただけたらなと思いますので、ぜひ今日も最後まで見ていってください。では一つ目は罪悪感を持たないこと。罪悪感を持つ人って基本的にね、いい子ちゃんなんですよね。例えば彼から何かをしてもらっても申し訳ない、悪いなっていう気持ちがあまりありません。例えば彼からプレゼントをもらったから自分も同じくらい、またはそれ以上のお返しをしようと思ったりもしないんですよね。もちろん感謝はするけれども、もらいっぱなしで OK っていうね、純粋にね、自分の器の中にありがとうと思って受け取ることができる女性です。罪悪感を持つということは自分の波動を下げてしまう発音が罪悪感を持つということは自分の波動が下がる行為なんですよね。そこはね、セルフイメージを上げてありがとうと、まあ、彼がしてくれたことを、まあ、彼が自分のためにね、捧げてくれた労力とかに対して、まあ、素直な気持ちでありがとうって受け取ってみてください。セルフイメージが低いと受け取れなかったり疑ったり、悪いな、申し訳ないな、私も何かお返ししようと思うんだけれども思わなくて OK です。例えば罪悪感を持っていると、自分がまた彼のことをそんなに好きじゃなかったとして、デートを重ねたとしてね、彼が自分に対して好意を感じてくれているなっていうことを感じていて、告白をされたら断るのが申し訳ない、悪いなと思ってしまうから、デートすることに対しても悪いなと思っちゃうんですよね。告白をされて断っても OK なんですよ。まあもちろんね、男性としてはお付き合いしたいっていう思いがあると思うんだけれども、あなたはあなたの好きなように生きることが、まあ、結果男性の喜びになるので、あなたが喜びを感じることが周りの人たちを幸せにすることなので、罪悪感とにかくいりません。では次に二つ目はおかんにならない、まあ、お母さんですね。関西弁はおかんって言うんですけれども、彼のお母さんになってしまうと尽くすってことをします。愛される女性が絶対にしないことは尽くさないんですよ。彼のご機嫌を伺ったりとか、手取り足取り何かしたりとか、例えば彼が困っているであろうと思うことを、まあ、勝手にねやったりとか、例えば彼のお家の片付けを勝手に率先してやったりとか、そういったことはねしなくて OK です。だからおかんになってしまうと尽くす傾向があって、尽くしすぎてしまうと、その男性が本来持っている使命というか役割というか、女性に対して与えたいという気持ちをね奪ってしまっていることになるので、他の女性にね与えてしまうんですよね。尽くさない、与えない、おかんにならない、あなたは受け取るだけで OK でございます。はい、では次に3つ目は自分の価値観を押し付けないこと。例えば、まあ、恋愛関係においても人間関係においてもなんですけれども、意見とか希望とか価値観ってみんなそれぞれ違っていて、まあ、違っているのはもう当たり前だと思うんですよね。もちろん中には一緒という方もいると思うんですけども、何から何まで一緒ってもうそうそうないじゃないですか。ものすごい隠れじゃないですか。ってなると基本的には何か進めていく上で、みんなあれ、私はこうしたい、彼はこうしたい、じゃあどうするっていう、こうお互いの寄り添いっていうのがありますよね。でその時にね、なんかこう女の子だから自分の側を押し通したいとか、私の我慢を聞いてくれてこそ男じゃないみたいな、そういうしてしてくれくれ的な自分の願望を叶えなさいっていう怒りとか八つ当たりっていうのをしないんですよね。女子によくあるのが、事実を見ずに感情論でお相手に対して、あなたはこうでしょ、私はこうしたいのっていう、自分の感情を優先しすぎるがゆえに、叶えてっていう、そういう押し付けをしてしまうっていうことは、うん、やはりね、それは、まあ、パートナーシップにおいて、男性もね、最初は言ってくれたとしても、だんだんね、要は、
女性が指示をする、で男性が言うことを聞く、そこで主従関係がなって、男性が要はその勝ち負けとして女性の言うことを聞いていた場合、勝つと負け、男性が負け続けてしまうと、その女性の気持ちっていうところがこう薄らいでいくんですよね。ってなると、やはり言いなりになってしまっているっていう、まあ、言いなりって、まあ、誰しもが好きじゃないじゃないですかっていうところで、押し付けをせずに、まあ、しっかりとね、そこは、まあ、対等なコミュニケーションを取るっていうことが大切なので、あんまりね、そのグイグイとか、私のことを叶えなさいとか、何でもかんでも言うことを聞いてくれっていう女の子っていうのは、わがままではなくて自己中心的になっているので、それは良くないです。一時的にモテたりとか愛されたとしても、それが長く続くっていうところに関してはハテナっていう形ですので、ぜひね、心当たりがある方はこれを機にストップお願いいたします。次に4つ目はネガティブな発言をしないこと。ネガティブな発言ってやっぱりね、私も好きではないし、例えば、まあ、ビジネスで成功されてる方とか、仕事をバリバリ頑張ってる方とかからすると、あまりにネガティブが過ぎると、もうそんな話聞いてらんないってなるので、やはりその自分の不平不満、愚痴の吐き口として、彼を聞き役にするのではなくて、まあ、基本的にはね、そのマインドがちょっとネガティブが過ぎるっていうのは、あるものではなくて、ないものを見ている。いかに自分が不幸かっていうことを自慢しているので、そもそもそういう女性って愛されにくいですよ。まあ、愛されるっていうか、まあその女性がいいなと思ってる人は、そのレベルが合ってるっていうところなので、私としてはあんまりかな。つまり NG ですね。次に、5つ目。5つ目は、まあ、先ほどの4つ目と通じるんですけれども、不機嫌にならないこと。不機嫌にならないこと。水飲みます。喉が乾いたので水入れます。このコップお気に入り。今日は洪水あってたのでペットボトルを持ってたんですよね。でも、まあ、せっかくなのでコップで飲みます。はい、喉も潤ったところで、はい、何言ってたっけ。5つ目、不機嫌にならないこと。ね、やっぱ女性はね、ご機嫌でいないといつも笑ってることに。自分で自分をご機嫌にできる人の方が良くないですか。彼がいつも彼女の機嫌を、この子大丈夫かな、彼女の機嫌を取らないとって、もうめんどくさいですよ。赤ちゃんじゃないんだし、自分で自分の機嫌ぐらい取りなさいよって感じじゃないですか。っていうことで、やはりその女性が自分の好きなことに一生懸命になっていたりとか、まあ、自分の心が喜ぶようなことを積極的にしたりとか、自分のね、セルフケアをコントロールできていること、まあ、これは感情のコントロールもですけれども、そこに対してハッピー体質ってことです。ハッピー体質の人って、放つ言葉も嬉しいとかありがとうとか愛してるとか大好きだよとか、要はハートなんですよね。そういうハートの言葉をいっぱい出してる人の方が愛は循環するし、一緒にいる男性も嬉しいじゃないですか。だからね、自分のことを彼に幸せにしてもらおう、彼にご機嫌にしてもらおうっていうのではなくて、自分で自分のことをご機嫌にすることですね。次に、6つ目は悪口を言わないこと。悪口って言ってる本人はスッキリをするけれども、聞かされてる方って結構ドヨンってしてしまうんですよね。だからそもそもね、もし悪口を言うんだったら、彼にじゃなくて本人に言えって感じです。であれば、それは悪口にはならなくて、しっかりと自分の意見、まあ、意思を伝えるっていうだけなんですよね。自分の主観を伝える、相手との関係を良くするために、状況を改善させるために意見を言うっていうことなので、悪口にはならないので、いないところでね、そもそもね、誰かのことを批判するっていうのはあんまり良くないですね。うん、でも女子って井戸端会議とかなんか好きっぽいじゃないですか。私女子だけど女子じゃないみたいなんですよ。私はまあ悪口は言うとしたら本人に言いますね。直接嫌いな人には、あなた嫌いって言ったことはあります。あとね、まあ、悪口ではなくて、何かトラブルがあるのであれば、トラブルに対して、この人はこうだ、悪いじゃなくて、何かその改善したいのであったら、今こういう状況があって、まるまるくん助けてほしいなとか、アドバイス欲しいなっていうので、まあ、彼に頼ってみてもいいかなと思います。そん
なると悪口ではなくて助言を求めてるって思ってもらえますし、男性は好きな女性に対して役に立ちたいとかヒーローになりたいっていう本能を持っているので、もし困ったことがあれば、私はあの子嫌いとかじゃなくて、こういう状況で改善したいんだけれども丸丸くんはどう思う、なんか私どうしたらいいかなっていうので、彼に意見を求めてはどうでしょうか。次に7つ目は、してもらうことを当たり前と思わない。してもらうことを当たり前と思っていたら、これはね、感謝の心がない状態ですよね。で、感謝の反対って当たり前じゃないですか。当たり前と思ってしまったら、ありがとうじゃなくて、ああやってくれたねみたいなって感じなので、例えば彼が電話してくれたことに対しても、 LINE をしてくれたことに対しても、彼がご馳走してくれたことに対しても、彼が優しい行い、力になってくれたことに対しても、まるまるくんいつもありがとうって、言葉にして伝えることですね。そこもありがとうっていうところを具体的に伝えられたらもっと素敵ですよね。やっぱりこう付き合っていくとなあなあになってくる部分とかもあるかなと思うんですけども、長く続くカップルっていうのはそこに甘んじず、付き合った頃の純粋な気持ちとか初心に変えるみたいなね、いつまでも感謝の心を持ち続けることかなって思います。私も当たり前に思ってしまうところがあるので、自分への戒めですね。いつもありがとうございますって言えるような人間力を高めていけたらいいですよね。次に8つ目は、強いふりをしないこと。仕事でバリバリ頑張ってる方とか、職場で役職があったりとかすると、自分が指導をしたりとかリーダーシップを取ったりとか、弱い自分を見せなかったりする女性いませんか？私普段エグゼクティブ婚活であるヴィーナス婚活塾という婚活講座を主催しているんですけれども、今年に入って今何期 ?26 期4年くらいしているんですけれども、クライアントさんの中には、仕事が、ね、できて強い女性も多いんですけれども、そういった方とかの中に甘えられないっていう方がいるんですよね。弱い自分を見せれないとか、完璧じゃないといけないみたいな、素を出せないとか。私が思うに、人間完璧な人なんていないし、どれだけ弱さを見せれるかなと思うんですよね。弱さとか不完全さってその人にとってのすごい魅力的な部分になったりしますし、例えば私の場合はもう本当に忘れ物が激しいですよ。すごいおっちょこちょいだし、抜けがもう人間として終わってるっていうくらい抜けたりするんですよね。例えば海外旅行に行って忘れ物をしなかったことがない。ただ運が良すぎるがゆえに、今までお財布を忘れた回数、携帯忘れた回数、デジカメ忘れた回数、もう数え切れないくらい、何回だろう本当に。1日に2回パリでスマホをなくしても2回とも戻ってきたりとか、パリですよパリで。シンガポールでスマホをなくした時も戻ってきたし、もうドバイでもだし、とにかくハワイでもだし、もうなくし物が異常なくらい多いぐらい抜けてるんですよ。もう注意力が散漫なんですけれども、もうこれとかもどうしようもないじゃないですか。でも、そういったところとかも愛される要因なのかなと思いますね。何もできない。普段ね、何もしない。料理も下手だし、料理も下手だけども、磨こうともしないっていう。だけれども、それも OK と思ってますね。あと、できないこととかは、できないって言いますね。顔がむくんでいても、完璧とは程遠い人間だけれども、YouTube だって、もうこんな状態だからだもん、とりあえず撮ってしまいっていう、とにかくね、困ったことがあったら自分でやって分からなかったら男性に聞くとか、身近な人に甘えるとか、力になってもらうっていうので、お願い、助けてくださいっていうことを出した方がいいですね。自分だけの力って知れているので。なので、泣きたい時は泣きましょう。次に9つ目は、依存しないこと。依存が良くないですよね。依存するって、例えば仕事がつまらなくて今の職場関係から抜け出したくて、彼と結婚したいすれば自分の人生が変わると思っている方、これ依存なんですよ。自分の力で努力をして変えていってる姿に、男性はこの子頑張っているから応援してあげようとなるんですよ。例えば話ですよ、何にもしてないね、依存している女性に何かしてないと思う男性っていうのは、
要はお金で解決したいとか、お互いが共依存のようなカップルなんですよね。依存するっていうことは、例えば彼がいなくなったらあなたの人生終わりじゃないですか。精神的依存、経済的依存ですよね。で、精神的な依存っていうのは、まあ、ぶっちゃけね、彼を自分より上に置かないんですよ。先ほど不機嫌にならない女性っていうのをお出したと思うんですけれども、それと通じるんですけれども、自分で自分の人生を自分の足で立って生きているので、まあ、要は自責的に生きているんですよね。責任を持ってるんですよね。なのでこの現実世界を自分の思考と行動の結果で今の現実があるわけじゃないですか。なので男性に何かしてもらおうではなくて、自分で何とかしようっていう、向上させようという前向きな努力があるんですよね。つまりエネルギーを出してます。ポジティブに出してます。この行動する力が循環を起こすので、そういったエネルギーレベルで釣り合う男性と出会うことができるし、継続することができます。依存していると自分で自分のことをご機嫌にしていないので、誰かが自分の人生を変えてくれると思ってるけれども、そう思っている限りはくれくれですからね。くれくれマインドです。くれくれマインドは搾取するエネルギーです。ノンノン。あと経済的依存ですね。経済的に依存するっていうのは、例えば彼のお金を自分のお金と思っていたりとか、あと彼のお金で豪遊したりとか、あとパパ活的な、私は好きではないのでおすすめはしませんが、まあ、そういった女性もいるじゃないですか。まあ、そういった女性はこの動画見てないのかな。まあ、パパ活がどうこうっていうのは、まあ、個人の自由ですけれども、私はしないし、したことないし、興味がないですし、それを推奨はしていないので、まあ、ここでは話をしませんね。私はやっぱ自分で稼ぎたいっていう願望、欲求があるので、自分で、まあ、自立をする女性を応援したいですね。経済的にね、依存していたら、彼がいなくなったらぶっちゃけ生きていけないでしょ。彼がいなくても生きていける女性が結局愛されますね。次に10個目は、媚びない。媚びる女性って、〇〇くんかっこいい、〇〇くん素敵、〇〇くん最高、〇〇くんの言うこと絶対、〇〇くんだけみたいな、もう分かりやすいような媚びが入ります。嘘でしょ、本当に思ってるっていうような媚びですね。で、純粋に思っていたら具体的に伝えているんだけれども、媚びることでメリットを得るから媚びる女性っていうのは、もう男性は気づいてますからね。ああ、この女の子俺のお金だなとか、この女の子みんなに言ってるなとかっていうのが分かるので、まあ言われてる方もね、実際嬉しかったりしますよ。鼻の下も伸びますよ。ただみんなに言ってるなっていうのって俺だけじゃないじゃないですか。で、男性もナンバーワンになりたいし、オンリーワンになりたいんですよ。みんなに言ってる女性に対して、まあ要はチヤホヤしてくれる要因として見ますから、本命女性としてじゃなくて、この子は俺のチヤホヤ要因だなと思って見ているので、ど本命にはいかないです。媚びなくて OK ですね。媚びなくても愛される。純粋に彼の素敵ポイントとか感動したこととかっていうのは伝えた方がもう断然にいいんですが、〇〇くんすごい、何がすごいねん、ここ具体的に言ってくださいね。言うんだのであれば、すごいかっこいい、キャー、チープなバスへのホステスになり下がるなってことです。あ、ホステスさん見たらごめんなさい、バスへなんて言っちゃった。でももう本音だからね。次にラスト11個目、尽くさない。尽くさないですね。さっきのおかんにも通じますね、これは。なので尽くすことをもうやめてくださいね。あれこれ彼の世話焼きにならないこと、あと心配もしすぎないこと。尽くし体質の人って積極的に洗濯を畳んだりとか、結婚する前から付き合って早々なんか彼女面が激しかったりとか、やった感満載、なんかそのやってあげるから愛してもらえるでしょって思って尽くす、これって期待がある、じゃないですか。でも男性ってそうじゃないんですよね。男性は与えたいっていう本能を持っているので、男性が女性に対して尽くした方が結果継続をしますので、
あなたがしたいと思ったことはもう止めてください。モーニングコールとかこれもねもうやらなくていいのよ。逆にクライアントさんとかって時差があるけれども彼女を起こすために彼がモーニングコールをしてるとかそういった方の方が多いですね。尽くさない、甘える、甘えるにいきましょう。ということで11選ご紹介をさせていただきました。おさらいいきましょう。1つ目、罪悪感を持たないこと。2つ目、おかんにならないこと。3つ目、自分の価値観を押し付けないこと。4つ目、ネガティブ発言をしないこと。5つ目、不機嫌にならないこと。6つ目、悪口を言わないこと。7つ目、してもらうことが当たり前と思わないこと。8つ目、強いふりをしないこと。9つ目、依存しないこと。10個目、媚びないこと。11個目、尽くさないこと。ということで皆さん、この11個の逆のことを押してみてください。これは絶対しないでくださいね。レオンチンがやってきました。レオン I love you。 はい、ということで皆様、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。この動画を見てよかったなと思ってくれた方は高評価とコメントをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただければプレビーナサロンに無料入力となりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではこれからも自分のことを大好きになってエグゼクティブの男性に愛せる方法をお伝えしていきますね。皆さん最後まで見てくれて本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、りょうくん見てよあっち眩しいんでしょ。じゃあね、バイバーイ。